どうも、横浜イガサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はね、打ち込み講座ということで、さあこのね、下辺の白に対してどのような厳しい手がありますかということで、今回ね一緒に考えていけたらと思います。まあやはりね、結構碁会所なんかで見てると、9の頃っていうのは守りのいい手はねたくさん知ってるんだけど、いざ攻めの立場に回るとちょっといい手が打てないよなんてことはよくあると思いますので、これやはりね、段になるために一つこのね、攻める手っていうのもね避けては取れないと思いますから、さあ今回この白をどうやって攻めていくかということをね、一緒に考えていきたいと思います。さあこれまず今回基本編ということで、打ち込む位置、最もベーシックな位置ね覚えていただきたいと思うんですけども、まあそれがやはりこの真ん中の急所ということで、まあ5っていうのは真ん中が急所になることね非常に多いですね。なのでこの場合もこの3つの真ん中でこちらに打つ手が、まあ非常にね、いい打ち込みということになります。これ上に打ってしまうと、下につけられると割合結構すんなりね繋がられてしまいますので、これはちょっと甘いのかなというところになるわけですね。なんでこちらから打って、相手がまあ今度はもちろん上につけてきてね、連絡を図ってくるんですけども、そしたらぶつかって押さえてこのように跳ねておけばですね、これで簡単にこちら連絡することができるわけですね。でまあこの後ここの地点が急所かなと思うんですけども、まあ取りぐらい打っておきまして、またこの全体を攻めながら、まあ、下辺しっかりと盛り上げていくということで、これで黒が不満のない展開ということになりますね。はい、ちなみにここでなんか手を抜いてどっかに行ってしまうと、まあ、白から切られて当てられてしまうと、これはですねこう裂かれ形になってしまいますね。まあ、もちろん黒もこう打てば生きるんですけども、まあ、かなり辛い生き形になりますから、これはまあなんか羽とか打たれても白がすごくいい形になってしまいます。ですから、まあ、最後この1目取る手も、大事な一手というところになるかなということですね。はい、ということでこの打ち込みから、つけられてもぶつかれば渡れる。ただ問題はね、これ白がここに打ってきた時にせっかく打ち込んだのに取られちゃったよなんてこともねよくあるんですよ。ですからこれが最後ね、しっかりとまず逃げられるようにということで、ラストの変化ね見ていきたいと思います。さあこのコスミに対しては一体どうしたらいいでしょうか。さあこれにはですね、まずはグッと出ます。さあここからの変化も実戦で非常に応用が効きますから、これもぜひね習得していただきたい変化ということになりますが、ここでまあ抑えていきます。でこれでなんか上にも出れないし、ちょっと連絡も難しいしということで怖いんですけどもね、なんでこっから先は知らないと怖いんですが、こちらにつけておけば大丈夫です。でつけて、でまあ白はこれ連絡させたくないですから、まあどっちかを跳ねるしかないと思うんですが、まあこっちに跳ねるのが一般的です。ここに跳ねちゃうと切られて一目取ってもこれで両当たりになっちゃうんですよ。これ両当たりになるとちょっとね白としては非常に辛いなということになりますから、まあ、白も一般的にはこっちから押さえていきます。でそれからこのように引きまして、でここで白がつなぎますね。でやはり連絡ができなそうなんですが、ここで一回こちらに打ってちょっと様子を見るんですね。さあこの手は一体何かということですけども、まあ次に連絡するぞということを言ってるわけです。で連絡されたら嫌だなということで、まあ、白ももちろん下がりたいんですけど、すると今度は切りまして、でここで、白が例えばここでね、引いてあくまでも封鎖をしてくるのであれば、あたりからこのように打っておいて、あごめんなさい、ここにね打っておきまして、これで白は2手しかないんです。白2手しかありませんから、これはちょっと白も大変ですよね。何か取りに行こうとしてももうすぐにここはね、自分が当たりになってしまいますから、これは黒が大成功ということになりますね。はい、かといって、まあ、こちらの方で何か当たりをしてくれば、まあ、今度は脱出を図りましてですね、この形で、ここはまあ取られたりとか、まあ、なんかね取ったりとかこうとかで、ここがね取られちゃうんですけど、ただこちらの白が今度はこのように来るとね、丸と取られてしまう形になりますから、やはり、まあこれも、まあ中央のはね、具合はあるんですけど、まあ基本的には実利がかなり大きい形になりますので、やはり黒が不満なしということになるわけですね。はい、ということで、まあ白も繋いだり、何かこう引いたりということで連絡をね、それでも考えられますが、そうなれば、まあ渡っておいて、やはりここも、しっかりとこの白の根拠を奪うことが成功するわけですよね。はい、ここ、やっぱ打ち込まないとこのまま白地だったらこれ大変ですからね。今みたいになれば、白の形はこうね、こう、まあ、傷もありますし、あごめんなさい、ここでこう打って引いてで渡ってしまってですね、まあ、傷もあるし、まあ、目が全然ないよということにできるわけですね。はい、ということで、今回はぜひこの打ち込む形ですね、こちらを知っておいていただけたらいいのかなと。あとはまあこれが甘いんだよっていうことも知っておいてほしいですね。碁会所なんかではよくこういう変化見るんですけども、このようになるとまあかえってね固めるお手伝いになってしまうケースがよくありますから、
はい、なのでしっかりとやっぱ中に打ち込んで、まあ、あとはコスミが怖くないようにしておけば、この打ち込み実戦で使えるレベルになってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回もいかがだったでしょうか。さあ、そして最後ね、お知らせですけども、明日5月14日日曜日12時45分からですね、林漢傑先生とライブ配信の方していきます。明日はいよいよね、第10回オンライン碁大会ということで、アマチュアの方が真剣に打ってる対局をですね、まあ漢傑先生が解説の方してくださいますから、これは本当にね、まあリアルな、こうなんて言うんですかね、アマチュア同士のリアルな悩みを、まあ漢傑先生にどんどん解決してもらおうということで、まあ大変ね、これ勉強にもなる配信になるかなと思いますし、もちろん参加している方々、これはね非常に貴重な機会だと思いますので、ぜひぜひ明日も楽しんでいただけたらと思います。もちろん大会に参加してない方もですね、見ることができますんで、ぜひね、明日は6時間ぐらいは配信してると思いますんで、どっかで見に来ていただけたらと思います。はい、ということで、じゃあ今回以上にいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ね、いろいろな動画を上げておりますんで、ぜひともチャンネル登録、並びに高評価、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。